じゃあこんにちは、さゆたかさん、はい、まあ、開幕して、まあ、まだ間もないんですが、はい、豊さん的に、はい、ここまで評価が上がったよという選手たちをちょっとピックアップしていただきたいなと思います。今日は野手編、まあ、なんていうの、下に見てたわけじゃないよ。もちろんもちろん、いやこれは今年頑張るなっていう選手ね、うん、そうですそうです、まあ、これはいいぞみたいな、はい、いい、いいですよ、それで今日は野手編です、はい、でスーパー混ぜて織り混ぜてやっていきます、はい、まず豊さん的には1人目挙げるとタミヤ、おお、日本ハムの、日本ハムのキャッチャーね、はい、まあ、ずっといいな、いい選手って去年から言ってましたが、あ、うん、やっぱね魅力あるのはバッティングがすごくいいよ、うん、これはね本当に開かないで下半身で粘れて打てるんだ、はい、抜かれても、それとやっぱりキャッチングも上手くなってるしさ、肩強い、うん、ああほんで走れる、走れる、すごい、なんか3秒揃ったキャッチャーという珍しいですね。ああだから近未来のキャッチャーみたいな、お、まあ、一時期そういうキャッチャーも中尾さんという人がいて、はい、すごい評価されたんだけども、いやタミヤいいよ、ずっと去年の後半で出てきたから、はい、豊さんはいいっておっしゃってたんですけど、開幕してから何かさらにいいところが増えたとか、そういう、いやもう試合にも慣れてるしさ、このまま使っていけば、うん、本当に正捕手だって、まあ、日本ハムってさ、もともとそのキャッチャーの勝だけ、うん、まあ、優秀な人たちがいて、はい、競争だったんだけど、うん、タミヤがこれ頭一つ抜けたかなっていうような感じですか、俺は感じがする、まあ、いや使ってみたい選手だもん、まあ、背負っていく、もちろんね日本ハムもこれからってことでしょうけど、そう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 、新庄監督もやっぱり評価、タミヤ選手に関して、いややっぱ評価してるだろうな、うん、開幕マスクかぶらせたから、そうですよね、だからまあそれなりの評価あるんだけども、うん、その評価よりも高い結果を残したかなっていうような感じがするよね、はい、そうですよね、うん、あと豊さん同じ日本ハムから水野ね、はい、水野選手、いや小柄なんだよ、うん、だけどパンチ力あるしガッツあるしさ、はい、まあ、ショートというポジションもねしっかり守ってるし、はい、この選手はやっぱこういい選手になっていくだろうなっていうふうには思うよね、まあ、今現在ですけれども打率が4割6分7厘で2位ですね、打率、あ、なるほどね、はい、まあ、よく打ってるし、日本ハムって言えば下位打線っていうのがね一つのポイントかなっていうふうに見てたんだけども、まあ、水野民也って7、8とかね、はい、8、9とか打つけどもすごく機能するよね、うん、そうですね、だからこれ機能すると本当に日本ハムってひょっとしたらひょっとするなみたいな、まあ、そういう感じで期待感があるよ、すごく。あと新庄監督がインスタグラムでもこの水野選手のことを評価してたのは、やっぱりすごく小柄だと、そんなに大きくないけれども140をあの体で上げると、でベンチプレスな、はい、ベンチ何上げるのか分かんないじゃん、140の米かもしれないですしね、でやっぱりその類にね何としてでも出るという、 そうそうそう、その評価もう泣けてくるとちょっと涙ぐんじゃうっていう風にインスタグラムでも新庄監督が言ってたんですけど、本当頑張ってるよ彼、うん、だから1回見てほしいなと思うね、そうですね、精悍な顔つきしてるよ、タミヤもそうだし、いいですね、はい、いや日本ハム期待できそうな2人ですね、本当に、ね、はい、それからこれはね、うん、上げるかどうかちょっと迷ったんだけど、うん、西川遥輝、まあベテランやったらできれないかいみたいなさそうですね、いや本当に能力の高い選手で、うん、チームに貢献できる選手だよな、今現在ヤクルトでね2番で塩見選手の後を打って、はい、で守備でも、はい、ね、まあ肩だけかな、若干弱いのはね、うん、まあ、若干というか相当弱いけど、うん、足は速い、スイングスピードは速い、盗塁がうまい、走塁がうまい、うん、もう言うことないんだよ、はい、あとは続けろっていう感じ楽天の時もそうだったんですよね、最初よくてっていう、まあ、そうだね、うん、まあだけど今年やりそうな気はするよ、まあ、ヤクルトにはね青木選手という本当に厳しいというか埋め付け役がいるからな、いますので、サボったりしたら同じか、ね、ポジションも同じですしね、そうそうそう、うん、でもまあ青木はねそのライバルとかそういうことじゃなくてチームを勝たすために、うん、しかもお前頑張れみたいなことができる、はい、もう立場にいるからね、うん、青木なんかはだからいい先輩がいるから見習って、はい、ね、頑張ってほしいと思う、これヤクルトがいい位置にいけるいけないってやっぱこの2番の西川選手の出来にもやっぱりかかってくるですかね、まあ、そうだな、うん、この1、2番っていうのは、うん、
めちゃくちゃ嫌だと思うよ、相手にとっては。ですよね。でその後オスナに続いてくるじゃないですか。もう2人とも長打あるしな。そうなんですよね、だからまあ西川ね、続けていってほしいですね、はい、さあここからちょっと中日の選手挙げていただきます。田中ね、はい、田中美希也選手、この選手が中日の野球を変えていくかなっていう、やっぱり一番やっぱしぶとさも持ってるし、相手に隙をつける選手だよね、だからまあしぶとさもこれからもっと出てくるだろうし、まあ守備っていうことに関してもうまさをもっと示してくるだろうし、あとやっぱポジショニングがいいな、見てると勘のいい子だな。へえ、だから辰巳監督が就任をしてね、やっとなんかこう田中に出会えて、で辰巳監督のやりたい野球、そういうものを本当に表現できる、まあ、一人の選手だな、あと豊さん、そのやっぱ課題に挙げてたしぶとさなんですけども、はい、例えばちょっと巨人戦なんかではちょっと早打ち、初球からいってゴロなんかもありましたけれども、そういうところも今後例えばいろいろ改善していく、そうだな、まあ、経験とかいろいろしていくと思うけども、だけどやっぱり同点タイムリー打ったりだとかさ、そういうしぶとさも持ってるしね、だから彼が体力をつけて何試合出れるかどうか、ね、まあ、こういうことにもかかってると思うけども、本当にいい選手だと思う、俺は、ちっちゃいけどな、そうですよね、大柄ではないんですけど、俺の体少し分けてやりたいぐらいだよ、本当に一つ半分ぐらい脂肪だけど、脂肪脂肪ついたらセカンドダメですけどね、そうだ、はい、さあ同じく中日からは、あ、三好ね、はい、キャンプの時からね、ずっと頑張っていて、でイメージを近本に変えてみたいな、でバッティングが開花をしてみたいな、でまあ、いいスタートを切ったか切らないかって言ったら、まあ、本人的にはさ、いいスタートではなかったかもわからないけども、絶対キャンプでオープン戦で良かったことっていうのはシーズン入って必ず出てくるからね、いやだからもうイメージ変えないで、ね、そのままで頑張ってほしいなって思う選手で、そうですよね、それはね、外野でね、例えば細川いて、外国人がいて、岡林、大島いてみたいな、出るのって至難の技だと思うんだよ、だからそこに割って入れるだけの実力をつけてきたっていうのがすごく嬉しいな、どうですか、三好選手は今シーズンずっとスタメンで残っていける、そんな感じはありますか、まあ、岡林選手も、いやもうそうじゃなくて石にかじりついてもやらなきゃダメだ、もうポジション渡さないぐらいの、渡さないぐらいの感じで、でもそういう気持ちがこう伝わればさ、ヘッドが黙ってないから片岡さん、片岡さんが大好きだから、あ、そうか、そっか、だから彼はやっぱりなんか大事なところで絶対何かやってくれるっていうような、だから信頼を受けるような選手になってほしいな、そうですね、でも今のやってる姿っていうのもすごく美しく見えてるけどもね、はい、素敵に見えてるけど、もっともっとね、欲出して、まあ、やってほしいなと思うね、そうですね、はい、さあ豊さんがずっと言ってたのが DeNA の松尾、そうです、1打席目ね、プロ入り初打席、はい、初球打って、ファーストファウルフライ、はい、なんだ、もったいねえなみたいな、うん、まあ、そんな感じがしたんだけど、でもその、なんていうの、思い切りをなくさずね、門別から初ヒット打ったけど、はい、やっぱひどんなもんから持ってんな、それ、バッティングのどういう感じ、いや、やっぱね、捉え方がいいわ、あと形と、はい、で、早いピッチャー、早いピッチャーに対して、タイミングの取り方だとか、いろいろやっぱね、彼はセンスがいい、だから、もう楽しみでしょうがない、そっか、だからキャッチャーとしてはもうちょっと時間がかかるのかなと思うけども、本当にバッティングだけだったら使ってみたい選手だな、どうですか三浦監督、今シーズン通して1年間通してこの松尾選手どういうふうに使っていますか、いや、まあ、チャンスを与えると思うよ、チャンスを与えてそれを経験としてこうやっぱ伸びていってほしい、チャンスをつかむんじゃなくてチャンスをこう蓄えていくタイプだな、蓄えるタイプ、だってそうだよ、一つ一つやっぱ将来的にはやっぱこうレギュラーというね、はい、松尾 DeNA のキャッチャーレギュラーっていうふうに言われるぐらいの素材だから、はい、言われなきゃいけないし、また、だからバッティングはね本当にいいもの持ってる、そうなんですね、それはキャッチャーで4番打ってくるかもわからない、楽しみ、可能性がある、足も速い、足も速い、ね、顔もいい、顔もいい、もうスター性抜群だそうですね、そうそうそう、 DeNA スター性抜群の選手って多いですね、まあそうだな、石上はちょっと地味だけどねいやいや、そんなことないよ、でもあの選手はね、玄人向きになってくると思う、
あ、そうなんだ。そうそうそう。それ楽しみだ。だから松尾なんていうのは女性ファンも多い多い。ね、まあ渡来も含めて、はい、キャキャ言うかもわかんないけど、うん、石神は黒と。クロートキャキャ言われないからクロートを消せる感じですね。そうそうそう、そういう感じになってくる。なるほど、はい、さあ続いて石原、はい、石原選手楽天、はい、今井監督になって、うん、太田とかキャッチャーいるし、はい、今そうただその隅谷が西武に戻った関係で、うん、一枠空いたんだよね、うんうん、で今井監督ってファームでずっとね見ていて、うん、石原をこう注目してたんだろうね。8年目で初ホームラン打ったんだけど、はい、最初の頃さなんかこう高めのパスボールして、うん、ピンチ迎えてみたいな太田の方がいいんじゃないかなって見てたんだけど、日本ハム戦でダメ押しのホームラン打ったんだよ、はい、これかと思ってすごいやっぱいいパワーしてるわ。あ、そうなんですね。あ、パワーって言ったら安田もいるんだけどさ、そうですそうです、安田よりも丁寧だし、うん、バッティングは、うん、あ、いいもの持ってんだなと思ってびっくりした。これ楽天のこれから正捕手というかキャッチャーになってまあ来る可能性はあるよね。8年目だけどね、もうね、まあ、そうですね、うん、まあだけど今井監督はずっとやっぱこうねファームの時代から見てただけにあって、うん、やっぱそれなりの実力を兼ね備えてるな。あ、そうなんですね。そうそうそう、うん、さあそして豊さんの大好きな田村ね、はい、壁の壁もうねヒットが出なくてもうジリジリしたんだよやっとでしたね。あ、だけどね初ヒットがこう外に流れて落ちるようなフォークボールを拾いながらセンターに持っていったんだけど、うん、いいもの持ってんなと思うよね。あれ普通はくるっと回るかボテボテになるんだけど、うん、それをこう拾いながらこうセンターに持っていったっていうバッティングを見てると、うん、やっぱ1年間使い通してほしいなっていう願いはあるね。ようやく初ヒットが出たのでここまで開幕から好調っていうわけではなかったんですけど、やっぱあの1本のヒットを見て豊さんはやっぱりっていう、やっぱこれ直すな。へえ、やっぱそのぐらいやっぱいいバッティングしてる彼は。そうなんですね。でカープファンにもやっぱ田村選手推しのファンの方がすごい多いんですよね。やっぱりこれからやっぱカープを引っ張っていく。いや、それはもちろんそうだよ、うん、もう中軸になってくる。あ、そうなんですね、はいはい、さあ阪神です。前が、はい、やっぱ違うぞ一味。武士は違いますか。武士は違うな、うん、小次郎と武蔵みたいなね、はい、どっちが武蔵なんだ田村は前がどっちになるんだみたいな、二人がこう牽引していくのか。ねえ、もうちょっと待てよ武蔵が応援系が現れたみたいな。あ、もう有名な対決ですからね松尾、うん、あ、まあ、そこに待って入ってくる、弁慶って右利きのような感じがするでしょ、はい、彼らは左利き、左ですもんね、みんな。そうだそうだ。いや、なんかすごいね、面白いなと思って。お、背負っていく、まあ、2年目と3年目で1年違うけどもね、うん、まあ、もういいな、やっぱりな、うん、まあ、ノイジー選手とのね、ちょっと併用という形にはなってはいるんですけど、まあまあそうだね、うん、まあでもチャンスは多くもらえると思うし、うん、なんならもう取っちゃうみたいな。そうですよね、もう出すなみたいな、うんうんうん、まあ、そのぐらいの活躍ができると思うし、やってほしいなという願いはあるね。これノイジー選手のポジションを前川選手が奪うぐらい、はい、例えば森下選手のところを奪うってなってくるには、ね、森下ってなかなか難しいと思うよ。あ、タイプが違う。やっぱタイプが違うし、うん、やっぱ右左で違うし、うん、だから両方置いておきたいタイプだよね。あ、そうなんですね。使う方とすれば、うん、それとやっぱり両方とも共通して若いというか、はい、だからこれからの阪神を考えると、うん、併用で使っていくっていうよりも、うん、やっぱり両方を使っていきたいっていうタイプだと思う。じゃあノイジー選手からポジションを奪うとすると何が必要になってきそうですか。いや、打ち続けることだよ。打ち続ける、あとは守備な。守備、あ、そうです。いや、守備はやっぱりノイジーの方がうまい、うんうん、だから守備も磨くということね、うん、安定的に出るにはね、うんうん、という感じで野手が、ね、はい、セーパーちょっと出揃いましたけれども、はい、まあでもね、今あの挙げた選手以外にもここからまたさらに、いや、もちろんもちろん、ね、5月暖かくなっていってどんどん調子上げてくる選手もいるし、もちろんだよね、うん、いや、だから今挙げた選手、ね、野球ファンだったら、はい、一度は見、ちょっと見ておいてほしいなって思う。あ、そっかそっか、あの自分のチームだけのことじゃなくて、ファンじゃなくてね、うん、ファンとかじゃなくてやっぱりこう野球という、ね、分野で見ると、はい、あ、こういう選手がいるんだっていうのを、ね、参考にして見てもらえるとありがたいし、はい、今その挙げた選手っていうのは何か訴えかけてくるものがあるよ。プレーを見てて感じるものが必ずあると思うわ、はい、だからそれをこう感じた時にはね、うん、コメント欄で書いてほしいなっていう、
やっぱりいいですねとか、いいですねって、うんうん、なんかファンになりましたとか、はい、そしたら余計嬉しいしね、俺あ、こっちがね、こっちは、いや、俺は嬉しいよ。そうですよね、やっぱりこう、俺はね、いいなと思ってるから、うん、確かにそうですね、はい、あとこの他にも皆さんが考えるここまでの例えば高評価の野手セパ通してあのいたらぜひコメント欄にも書いていただきたいです。まあ言っとくけど、はい、いや大したことありませんでした、うん、そんなコメント書かなくていい。そうです、いちいちいや本当にネガティブなことは言わないです。ネガティブなことは書かなくていいよ。ぜひポジティブなね、皆さんの高評価の選手も書いていただければ嬉しいですし、はい、プラス、次回というか今度は投手編もまあそうだね、はい、行きましょう、はい、はい。